多摩川の対岸の東京都大田区側より、川沿いの3棟は、左から高和川崎西口ビル、川崎テックセンター、川崎東芝ビル。左奥に見えるのは、川崎駅前、タワーリバーク。川崎テクノピアは、神奈川県川崎市幸区堀川町、幸井町1丁目及び、幸井町2丁目の JR 川崎駅、西口一帯に広がる。 再開発地域。1983年3月に、川崎市が総合計画2001川崎プランを策定し、1984年12月に都市再開発方針2号地区として、川崎駅西口を指定した。1985年5月に、川崎市が川崎駅西口地区の再開発の一環として、1983年に、 千葉県市原市へ移転し閉鎖された明治政党川崎工場1989年に閉鎖された明治聖火川崎工場跡地に川崎テクノピア構想を発表。政党の跡地を第1外区、聖火の跡地を第2外区に分けて開発することとなる。第1外区はオフィスビル、研究所と住宅で、第2外区はオフィス、商業施設の複合施設と、 区分けされている。1988年7月に第一特定外区が完成。1990年11月に第二特定外区の都市計画が決定。その後着工し1995年7月に完成した。主に住宅、都市整備公団と講和不動産が中心となり土地開発を主導した。オフィス胸住宅胸オフィス胸。ありがとうございます。